彼岸花の絨毯を鏡の効果を使って作ってみましょう。材料と用具は、まず赤い上質紙 B5 薄口、それと鏡のように映るミラルックという用紙。ハサミとホッチキス、園芸用のペーパータイ、ない場合はビニタイでも構いません。両面テープは5ミリ幅のものを使いましょう。まず赤い上質紙で花びらを作っていきます。4つに折ったら、それを開いてもう一度4つに折ります。折り目のところで切っていき、4等分にしましょう。これを開いてさらに切って元の16等分にします。1枚ずつ下の方に両面テープを貼っていきます。4枚組を4セット作ったら、4枚重ねた状態で端から1センチのところをホッチキスで2箇所留めます。そして3ミリから5ミリ幅に切り込みを入れていきます。最後にホッチキスで留めたところを切り取ると、こんな風にバラバラになります。ペーパータイを約18センチの長さに4本切ります。端の部分を細くして1センチほど折り返します。先ほど作った赤い花びらの両面テープを剥がし、切り取ったところにワイヤーを引っ掛け、抜けないようにします。そしてくるくると巻きつけていきます。この時歪まないようにまっすぐに巻きつけましょう。花びらをカールするときには、ハサミと人差し指の間に挟んでしごくようにします。そうするとくるっと丸くなります。真ん中の3本ほどは残して軽くカールさせます。おしべの先になるところを5ミリほど折り返して、これで小さい花が1つ分できました。慣れてくれば花びら 2,3 枚一度にカールすると早くできます。4つできたらひとまとめにして、花の根元をしっかり握ってワイヤーをねじっていきます。そして花を半円状になるように広げます。おしべの先が上を向くようにきれいに花の形を整えたら、この花のない方に両面テープを貼ります。しっかりとテープを押し付けるとスルッと剥がれますので、これをミラルックに貼ります。半分しかなかった花が向こう側に移って一輪の彼岸花に見えます。残りの3本も同じようにして貼ります。これで花が4輪咲いたように見えますが、裏側は何もありません。もう1枚上質紙を使い、もう4輪作ります。両面テープは手でちぎることもできます。初めに作った花の間に
高低差をつけるように貼っていきます。最後にはみ出したところを金切りバサミかペンチで切り取ります。彼岸花の絨毯のように見えますが、裏は平面になっていますので壁に貼ることができます。簡単に曲がりますので曲面にも貼ることができます。青い画用紙が映るようにすると青空に向かって咲いているように見えました。見る角度によって違って見えるのも面白さの一つです。